ではですね、これから相性占いのマジックをしたいと思います。まずですね、使うカードが2枚あります。束の中からこの2枚のカードを抜き出しておいて、これは後で使います。それではですね、こういう風にカードを配っていくので、好きな時にストップとおっしゃってください。ストップ。ここでいいですか？はい。ではですね、1枚目。まずこれクラブのエースですね。クラブのエースを表向きにして、束を乗っけちゃいます。ではもう一度同じように配っていくので、好きな時にストップとおっしゃって、ストップ、ここでいいですか？はい。これスペードのエースですね。で、先ほどみたいに束を乗っけて、今どういうことが起きてるかというと、2枚の黒いエースが表向きになってます。で、これ相性占いのマジックなので、その隣のカードが実は重要で、ストップ言ってもらったところですね。はい、この2枚ですね。で、僕が選んだ黒いカードとストップ言ってもらったこちらの隣のカードですね。このカードが、まあ、相性が良ければですね、特別なカードが選ばれていると思います。まず1枚目がダイヤのエース。おお。2枚目がハートのエースですね。おお。これで4枚のカードが出揃いました。相性占いのマジックでした。